えというわけで、えー、石破茂る短命、あた命じゃなく、えっとなんかあ、短期にも危ない。短期にももうすぐに解散だと言いました石破茂第102代総理大臣、内閣総理大臣がですね、内閣が解散総選挙するとかって言うんですけれど、今回ですね、記念受験あ、記念受験というか、初めての大臣、なー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 あ、それ違いましたっけね。 初めてのお使いじゃなく、初めての大臣。石破新内閣の顔ぶれということで。初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 。これ赤いのが初ですね。初。初。初。となっております。画面は FNN プライムオンライン。FNN プライムオンラインの画面を紹介させていただいております。これですね。初。初。初っていうのもなかなかすごく。まあ、いろいろと郵政解散選挙とかで。 まあ、追い出されちゃった。だとか、あと自民党に入れてもらえなかった。まあまあ、うん、まあそんな感じ。まあそんないろんな人もいますんで、必ずしもその人の能力とイコールではないことは踏まえておきます。まあ大前提として踏まえていく,おくんですが、第二次安倍政権が誕生してから12年間自民党は圧倒的な与党だったわけです。単独過半数を持つ。まあその中で、初。 はつはつというのは、この方たちになんかいろいろと、ね、ね、いわゆる身体検査というのをするんですって。身長がとか座高がじゃないですよ。もう今座高測んないそうなんですけど。どういうことかというと、何か、何か、あの子がスキャンダルとばかりに何かないかということをチェックして、あ、あいつダメ。あいつダメ。あいつダメ。あいつ,あいつなんかデリバリー好きなんでしょ デリバリー。うん。法律的に問題ないんだけど、大臣としては無理。無理。まあ、中にはですね、在庫一層内閣、あ不良、不良罪、ね、いろんなこと言う方おりますけれど、まあ、今回、党の人事ですけれど、こんな人も入っております。かつて、女子大生と、ちょめちょめ、あ、ちょめちょめ、ラマンラマン契約報道の農水省、緊張感を持ち、職務遂行する、詳細の名言避ける。 詳細の名言避けてんですか避けてる。なかったことならなかったこと。いや、もちろんこれ、なかったって否定されたら、あなかったんですね。ふーんって感じですけれど、なかったことを証明しろってうのは悪魔の証明ですけれど、詳細の名言避ける。あ、まあ、そう、そうですか。そうですか、まあ。一応本人が否定してますんで、今の時点では、お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 そんな感じかなと思います。 えー、木内実氏を経済安保担当大臣で起用で調整。そして、平正明さん。平正明さんがデジタル担当大臣ということで、デジタルと言ったら平正明さん、なんですかね。なんですかね。あの、こちらの方にはですね、今、文春法、その他が出ておりまして、文春法が速報的に伝えたのは、平正明さんのところの選挙区の事務所、まあ、第四支部ですね。えー、こちらのに 寄付、献金をしてくれてた企業が、11億円の左手。左手まあ、銀行から一説によると282億円え、何その金額 ?282 億円を借り入れていて、で、しかもその借り入れ金額というのが、帳面をしっかり作って、しっかり、しっかり偽物を作って、しっかり偽物を作って、そこで融資を受けていて、 で、そこで結局、結果的に詐欺になっているという容疑が今年の6月にパクられまして、あげられまして、逮捕されまして、逮捕です。逮捕されまして、えー、そこに、そこから寄付を受けていた。政治献金を受けていた。ただし、この政治献金を受けていたのは昨年の2月、2月が最後ということで、 業務破綻、そのいわく付き企業の業務破綻が昨年の6月、ただこの6月の前からそこ相当な色々な噂、噂があったところでして、同義的な責任はというところ。で、こちらの方のプロフィールを見てみたときにですね、1967年東京都に生まれる、早稲田大学卒業をサラリーマン生活を経て、実業である聖火卸賞を継ぐ。 ま、ここがですね、よくご自身を八百屋、百屋の息子と紹介するところかなと、えー、思われます。九96年、社長に就任し、バブル崩壊、金融事情の悪化、経営再建に奮闘2003年東京創始青年会議、<laughs> あれ <laughs> あれ <laughs> っていうのは、えっと、細かな時系列の話なんですけど、1996年の時にはもうとっくの昔にバブル崩壊してるんですよ。そ、その時にバブル崩壊、えー、で青年会議所の活動って、 結構大変なんですよ。あの、私やったことないんですけどね。あの、昔一緒に遊んでた友達が、やっぱりその子はカメラ屋の息子で、写真館の息子で、青年会議所の仕事ばっかりやってて、家手伝わないって、その親父さんによく愚痴こぼされてました。私、私。親父さんとの方が仲良かった。仲良くなっちゃった。でいつ行ってもいないんです。で親父さんと仕事の話て。その後ですね、日本振興銀行。あれあれ 日本振興銀行。あれどっかで聞いたことあるんだ日本振興銀行。で、えっ、ー、と、日本振興銀行ですか。どんなとこだったかなっていうんで、ウィキペディア先生の方も確認してみました。日本振興銀行。もう一回確認してみますね。日本振興銀行。日本振興銀行。現在、社外取締役議長。あれあれえ、こっちない。ウィキペディアない。 ない,ないですよねないえ。というわけで Google 先生に日本振興銀行どんなとこだったのかな尋ねてみましたちょっと時事通信のこんな記事出てきました。日本振興銀行、えー、中小企業向け融資を手掛ける日本振興銀行に対する金融庁の検査で同行の役職員が業務上のメールを削除したと疑いが強まったとして。 えということで、これメールを削除したっていうのは、まあ、ほぼほぼ別件というか、貸金業者との違法性がある取引や、関係先企業の実態解明につながる内容などが含まれていた証拠隠別です。証拠隠別。で、これその後の続報がないので、私自身はこれ以上を今の時点で、ああだこうだ言うつもりはありません。ただ、ここの、 会長さんはですねえー。木村たけさん、木村剛さんでしたっけ？でして、なんかちょっとあの別荘暮らし別荘暮らしされていたということは耳に挟んでおります。ちなみに、この平正明さん、今回の自民党総裁選において。 高市優勢、制作リーフレット郵送が影響、石橋推薦人平正明氏が指摘と、まあ、高市早苗さんがズルしたと大騒ぎされていた方、BS 日本テレビでしたっけねなんかの番組でもそのことを大騒ぎしていた、まあそのようなキャラクターでございます。そしてこちらの方。あ、ニーツアオ。ニーツアオ。ニーツアオ。ん私読めないんですけど、ニッチューは読みました、ニッチューは。 自慢げに言っちゃいますけど、日中読みました。これ、平正明って言うんですかね。あ、平正明です。平正明さん?あら。あら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 ここら辺も、憶測になりますんで、ここまでとしておきます。え、そして平正明さんと言いますと、こちら。接触確認アプリ開発の舞台裏とは、平正明副大臣、ロングインタビュー。どんどん、パフパフ。パフパフ。どん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 。あのー、ココアはやっぱり不具合っておなじみの、 ここは、ここはあの、仕切りをオイラがやったよって、携帯ウォッチの方で、え、へんとえ、へんと自慢されておりました。えっ、ー、と、この宮城チャンネル各りのライブの方でも、ここは入れたら、入れ、入れてみませんかっていうことを呼びかけておりました。その取り組みというのは初めての試みだったんで、失敗するのはもう折り込み済みなんですよ。というよりも、あの手のプロジェクトは、失敗するしかないんです。なんだ、無責任なこと言ってんな。じゃなく、失敗を、 もう最初に前提に置いておいて、どう近づけていくのか。どう近づけていくのかっていうのは、あれ、ゴールが本来決まってたはずでしょ接触確認をして、いち早く濃厚接触者を割り出す。ここで確認のために、あの時のことを説明しておきますと、PCR 検査、あるいはその検査を受ける前だとか、 いわゆる症状があるとかないだとか、濃厚接触が分かるとか分かんないとか、これらはいずれも PCR 検査をやらなければ分からないし、症状ができて、出てたらまたもちろんそうなんですけれど、いわゆる全ての病は、う、う、降りてきた、降りてきた、と、いた子じゃないんで、何かこう感染してもちょっと時間がかかる、発症するまでの時間がかかる。ただ、怖いおかないよっていう中で、その発症した人と、 その2日前とか3日前に会ってる人がいたら、濃厚接触というか接点があった人がいれば、それが、あ、2日前に会っていたということを、ココアを通じて確認して、ご自身でお医者さんに行くなり、あるいはちょっと人と会わないようにしたりだとか。そのためのものだったわけですよ。少なくとも、そういう触れ込みだったわけです。だとしたときに、不具合が出ました。出まくりました。じゃあ何が問題なのかっていうところ、検証したんですかっていうところ。 症状を得た人が登録しなかっただとか、ハーシス聞いたことありますよね。ハーシスハーシスとの連携がうまくいってなかったとかっていうことなんですけど、これそれぞれ別の問題なんです。自分が、いわゆる陽性反応が出たということを登録した、しないっていうのは、これは非常にプライベートな話で、しかし、これは制度設計において必要なことなんですよ。 どういうことかというと、自分の不利益になるような情報を、機械であっても何であっても登録したくないという気持ちが働くんですね。気取った言い方で言うと、インセンティブが働くんですよ。隠しておくインセンティブが働く。すると、そもそも、民間に任せる COCOA というシステムが大失敗だった。その発想が、性善説に立った発想が間違っていた。これが間違いだということが確認されたときに、次に同じ間違いを犯さないんです。強制的にやるかやらないか。 やらないというのも重要なことなんですよ。システム化する上において。一方のハーシスの番号が分かんなかったとか何とかだっていう話に関して言うと、そこの連携が取れていたのかっていう、これはシステムの話。そこら辺が、なんか、およ,よよよよっていう間に、ここは終わってませんさらに言うと、その後マイナンバーカードとか始めてますよね。これ日本のデジタルが、どこ行ってんだって話。 しかもですよ、平正明さんがデジタル担当大臣になりますと、3人目、平井拓也さん、河野太郎さん、そして平正明さん、3人目、そもそも導入を進めたのは、ガス、菅元総理大臣、彼が安倍元総理が自民党総裁を離れての、離れるということでの、 総裁選で掲げたのがデジタル担当の大臣だったわけです。横串を刺すって言ってましたね。横串を。だから期待していました。それが機能すれば、まさしくデジタルの力なんですよ。しかしそうじゃなく、ただ大臣が一個増えただけ。ただ大臣が一個増えただけじゃなく、なかなかやばいんじゃないですかというところが、こちら。初代デジタル担当大臣、平井拓也さん。 TikTok の周 CEO が7月に来日され、アメリカでの栽培や日本での成りすまし詐欺対策、データの法管理などについて意見交換させていただきました。その際に来年開催のということで、TikTok です。TikTok あの、t ィ k と、TikTok を使うなっていうのは、もう私も使わない方がいいと思うんですけれど、何が何でも排除しろっていうつもりはないです。技術って、 結局、どこで抜け穴があるか分かんないんで、どれだけ規制しても無理なんです。無理。ただ、それを踏まえた上でどう対策を取っていくかっていうところが必要な中で、TikTok の CEO と初代デジタル担当大臣が会っている。<laughs> やだ、おっかない。やだ、おっかないというか、もっと具体的なところではなく、そこでみんな参加していく。みんな参加していく。いろんな角度から、ここですね。 芸術祭をさまざまな角度から応援いただく約束をし、実現した、裏瀬戸芸、裏瀬戸芸企画です。つまり、積極的にコミット、コミットしてもらってる、コミットさせている。TikTok に積極的に日本のデジタルにコミットさせている。ふざけんな、ふざけんなっていうか、なんかね、やだおっかない。やだおっかない。私は何でもかんでも、中国、中国があって、 ギャグ以外ではやってません。ただ、日本のデジタル庁、<laughs> デジタル担当大臣を低めで埋めまして、<laughs> すいません。ただ、日本のデジタル担当大臣だとかそこら辺っていうのが、積極的に中国に近づいていってるかのようにしか見えず、これもですね、時系列でいくと昨年の12月なんですよ。そして今回、高市さなえさんを蹴落として、 石橋茂さんが自民党総裁、総裁になって、内閣総理大臣になって、そしてデジタル担当大臣が平正明さん。まあ、これらはいずれも偶然、偶然偶、偶然としておきますけれど、いささか IT に詳しいものからすると、謝罪と賠償、あ、じゃなくて、説明責任。これ、大臣としての説明責任求められるんじゃないですかって話なんです。 そしてそれについては、やはりココアの問題について触れました NHK。ココア沈黙の4ヶ月、不具合はなぜ見過ごされたのか。NHK が伝えているんですが、こちらの中で、厚生労働大臣も当事者に、まあ厚生労働は、まあまあまあ、ダメですけどね。ダメですけど、ね、検証しなきゃダメですよ。影響は利用者の3割。3割もの不具合。 で、不具合はなぜ起きたのかとかやってますけれど、その後テスト環境を整えて実物のスマホでテストをすべきところをしておらず、問題点の気づきの遅れにつながった。これ論外。論外。いわゆる実機テストっていうのをやってなかったんで、システム開発してるものからしたら論外。もうこれだけで首案件。民間企業ならですよ。民間企業なら。始末書じゃ済まないですよ、これ。重大な損害賠償ものになりますから。 歴史に残る失態、痛恨の極みだ。こう話すのは、接触確認アプリの開発にあたって、当時 ID 担当の副大臣として人頭指揮を取った自民党の平正明さんだ。致命的な不具合を防げなかったことについて、政府内に専門の知識や技術を備えた人材が不足している現状に課題があるという。え、ということでして、それ、解決したんですかいや、いいです。あ、そうですか。そうですか、なんですけれど。 解決したのマークー、マークですかけ平正明さん解決したのかよって話問題が確認されたら解決しろよって話解決しなかったら次進めないんだよというのが民間の感じ民間の感覚でここはもうこれまでに7回の回収を重ねているしかし実際に使ってバグと呼ばれる不具合を洗い,洗い出していくという開発過程を考えると実はこの回数は少ないという指摘もある少ないあ他っていうぐらい少ないこれごめんなさい システム開発を経験したことがある人間で7回の回収アホか。お前はアホかのレベル。というよりも論外。いわゆるリリース前のベータ版になる前の、まあ、アルファとかいろんなのあるんですけど、その場合のバージョンっていうのは 0.、まあリリースバージョンが1.0だった時に、この1.0にドットが付く桁が2つは最低付くんですよ。 つまり全体的なシステムの見直す、そこの大きな幹、枝葉の中でも、本当に葉っぱぐらいの回収で0.01とかのバージョンが上がっていって、で、さらに根本的なシステム的なところというのは、スマホアプリの場合には、スマホアプリの iOS だとか、Android 自身がバージョンアップするわけですよ。この時にそこにアップデートしなければいけない時には、 メジャーのバージョンアップ、いわゆる1.0が2.0じゃなく、1.1が1.2とか、1.11が1.12とかっていう形でバージョンアップしていかなければいけない。それを回収なわけ。それを回収っていうわけです。7回。アか。か。民間の開発の感覚から言うと、アか。そんな感じになっちゃってるんです。これが今から3年前だったわけです。はい。人材不足ですか政府の中に人材不足。 平イ明さん、バカ言っちゃいけねえよ。ああ、しか言っちゃいけねえよ。IT 関係の人材不足。この30年。牛田あざ30年以上。牛田あざ30年以上。IT 関係の人材不足なんですよ。だから、政府内に人材が不足していたのは明らかなんです。7回しか回収をしないような、そんなトンチキなレベルなわけです。今回、デジタル担当大臣に、 無事、ご出世なされました。これは、石破茂さんの人事、人事、論考交渉。よーしよーし。さなの足を引っ張った。お前よ、聞かないよ、聞かないよ、聞かない。よーし、飴玉くれてやろう。あ、というか、まあ、どうだかわかんないですけど、どうだかわかんないですし、デジタルに明るいっぽいデジタル担当大臣なんだ。それでいいんですけれど、マスコミの皆さん、ここはどうなりましたここはどうなりましたネットの、 言論の皆様にも、ちょっとだけね、苦言をたしておきます。日本が、中国が、とか言ってる皆さん。日本振興機構が、それもいいですよ。それもやってくれ、やってくれって感じなんですけれど、IT 系デジタル系において、3年前にしくじったこと、これが改修されてるのか改善されてないのか。これこそが証拠なんです。3年経ちました。解決してますかそこに心を砕いていますか心を砕いていたら、褒めて使わす。 改善されててたら褒めて使わすできてて当たり前のことだからです。できていなかった時は盛大にフルスイングじゃあね別にぶん殴る必要はないんですけれどこうしたことこれは石破茂内閣石破内閣においても平井拓也さんから始まったデジタル担当大臣においてもそうなんですけれどこれを監視し批判する我々。 我々日本社会がアップデートしない限り同じことが繰り返されてすごーくどこかの有利なような状況に持ってかれてしまって TikTok でバイトダンスで踊り狂ってしまって日本終了いや最後彼方ちょっと日本終了ということがうっかり訪れてしまいかねないのでこのこと皆様と、ね、共有しておく今日この頃でございます。